ス、翔平大谷ブランド発売。初回モデルは T シャツ3万円。うおーおお。エアジョーダン超えの人気なるか。たけよ。たっかこんなんユニクロなら1000円やろ。ユニクロすらエアプって服買ったことないやん。お母さんに買ってもらってるのか。お母さんに感謝しろ。ユニクロなら3000円はするわ。大谷の家の空気すら売れそう。ユニクロの通気性いいやの T シャツと変わらんやろ。大谷要素どこ？サイズが大谷の体にぴったりなんや。ニューバランスとかチー牛ブランドやん。いらんわ。布やん。ロゴがちっとも大谷表せてないやん。マジで高くて草すんごいヘビーウェイトなんか。大谷のホームラン数にちなんで44枚の限定生産なんやて。ほんなら今年ゼロ本なら来年は発売せんのやろか。スニーカーアクしろよ。投げるでも打つでもなく走るをアイコンにしました。誰しもが二塁打止まりだと思う打球なのに三塁を取ろうとする大谷の姿です。ただのコットン。袖と裾がぶった切りに見えるけどやっぱり変な加工してあるんやな。問題はオンスよ。シリアルに付加価値つけるだけの作業。7割マジだった。今この技術持ってる日本人の職人が少なくなってるから日本生産でこれだけのものだとファクトリーブランドでも1万5000円くらいするプラス大谷の名前とブランドがついて3万ってとこは妥当といえば妥当。なんかアイドルみたいな扱いやな。本人はうぜいって思ってそうだけど、これに3万円か記念品やと思えば買うんかな。高いけど売れるだろうな。黒 T は色褪せするからは安いのしか買えんわ。というか靴ならまだしも何が嬉しくてニューバランスの T シャツを買うんだよ。お前らみたいな貧民はターゲットじゃないからわら。シンプルだし売れるやろな。転売されそう。噂にはあったがついに大谷ロゴができたのか。シリアルが17とか44とか11とかは後で値段上がりそう。グローブとバッテも売って。